突然の歩みの帰郷や神戸回想編の始まり、ゆいがギャルたちと友達だとバレてしまうなど、怒涛の展開が次々と巻き起こった第4週でしたね。この動画では10月28日からスタートする第5週あの日のことの注目ポイント、1月17日糸島での生活、米田家の呪い、これらをご紹介しながら今後の展開を解説してまいります。ネタバレを含みますのでご注意くださいね。このチャンネルは朝ドラが大好きな皆様に向けて、各放送日ごとの感想動画や出演者の情報を発信していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ついに神戸での回想編が始まった第4週。これまで夢を持てなかったり、どこか悲しい表情をしていたゆいや、糸島を出て行き黒髪で帰ってきた歩みなど、多くの謎が散りばめられていた本作。第1週から幼少期を描くのではなく、過去を振り返る形で多くの謎が明かされる構成です。いよいよこれまでの答え合わせが始まります。僕たちは現在のゆいや歩みの悲しみを感じながら、彼女らと同じく辛い過去と対峙しなければなりません。この週では阪神・淡路大震災の発生と、ゆいたちに襲いかかる悲しい現実、そして米田家が糸島に引っ越してからの数年間が描かれます。多くの謎が明かされるこの週、とても気になりますよね。それでは早速第5週の物語を見てまいりましょう。1995年1月16日、この日は祝日の振り替え休日でした。アーケード設置計画を練るために商店街のメンバーはバーバー米田に集まっていました。そこへ帰ってくる歩み、親友の牧も一緒です。ショッピングセンターで牧に選んでもらった服を愛子たちに見せながら、歩みはご機嫌な様子。牧の夢はモデルになることでした。さらに牧はゆいのためにキラキラしたラインストーンのついたブローチを買ってきてくれました。セーラームーンってこんなん使って変身するやろ。ゆいは目を輝かせながら牧にお礼を言い、ブローチを抱きしめました。歩みと遊んでお父さんに怒られないか、マサトが牧に尋ねると、お父ちゃんは関係ないです、うちとあゆちゃんは親友ですから、じゃあまた明日学校で。マキはそう言って笑顔で去っていきました。そして日付が変わって1月17日午前5時46分、近畿地方を強い揺れが襲いました。阪神・淡路大震災の発生。日本で初めて最大震度7を記録した直下型の地震でした。あゆみは隣で寝ていたゆいに覆いかぶさり、恐怖に耐えながらも懸命に妹を守りました。隣の部屋にいたマサトと愛子が部屋に飛び込んできて、大丈夫だと声をかけ続けます。ゆいはこの恐怖の地震を覚えていませんでした。記憶しているのはあゆみが重かったということと、愛子たちに抱きしめられていたことだけ。揺れが収まった後、また寝てしまったのでした。そしてゆいは避難所である宝井小学校の教室で目を覚ましたのでした。宝井小学校は多くの避難者でごった返していました。ミサエたち商店街のメンバーも家族と共に避難しています。しかし、どこを探しても、マキとその父親、高尾の姿はなく、歩みは心配を募らせます。ラジオからは阪神高速が倒壊したこと、多くの火災が発生していることが伝えられ、いても立ってもいられなくなったマサトたちは、瓦礫の下敷きになった人たちを助けるために小学校を出て行きました。あっという間に夜になり、ゆいのお腹が鳴ります。前日の夜から何も口にしていなかったのです。そこへボランティアの女性たちがおむすびを持って現れました。少しの量でしたが、喜びに沸く避難所の人たち。ゆいも大喜びでおむすびを頬張りますが、すぐにあることに気がつきました。おばちゃん、これ冷たい、チンして。
慌てて謝る愛子にボランティアの女性は微笑み、電気や水道がストップしていることをゆいに優しく教えました。そして彼女は温かいおむすびを食べてほしいと、まだ電気の通っている地域から学校にやってきたといいます。しかしその途中で変わり果てた神戸の街を目の当たりにし、悲しくて仕方がないと涙を落としました。その様子を不思議そうに見つめるゆい。そこへ雅人がようやく帰ってきて、悲惨な外の状況を伝えました。自分の家から使えそうなものを取ってくるという雅人についていこうとするゆいたちでしたが、またいつ地震が起こるかわからない状況です。ゆいは牧からもらったブローチを持ってきてほしいと頼み、父の背中を見送りました。そして愛子が救援物資を配るために歩美たちの元を離れた時、歩美と結はこっそり学校を抜け出し、自分たちの家へ向かったのでした。そこで結は信じられない現実を目の当たりにします。かつて自分たちの家があった場所で座り込んでいる雅人、自宅は2階が下まで落ち、理髪店だった1階部分が完全に押しつぶされていました。わけがわからないゆいは瓦礫の中に割れてしまったラインストーンを見つけました。マキからもらったブローチについていたものです。ゆいが泣きながら雅人たちと小学校に戻ると、頭に包帯を巻いた高尾が力なくカップ酒を飲んでいました。それを見た歩美は高尾ににじり寄り尋ねました。マキちゃんはどこ？死んだ。タンスが倒れてきて、その下敷きになって。震えながら涙を流す高尾。歩美の目にもみるみる涙が溢れてきます。その日からというもの、歩美は何も喉に通らなくなってしまいます。そして雅人が自宅の瓦礫の中から理髪用のハサミなど使えそうなものを段ボールに入れ、避難所に持ってきました。その中にはボロボロになったクッキーの缶もありました。お前の宝物やろ。雅人はそう言って空き缶を歩美に手渡しました。ここで時間は2004年に戻ります。糸島フェスティバルの後、歩美は米田家の自分の部屋で棚の奥からボロボロのクッキーの缶を引っ張り出しました。その中には歩美と牧の写真とともに、牧からプレゼントされた安室奈美恵の CD が入っていました。歩美はプレイヤーに CD を入れ、再生ボタンを押しました。懐かしいメロディーを聴きながら牧との写真を見つめます。歩美と牧は並んで同じポーズをしていました。そのポーズこそハギャレンの決めポーズだったのです。海岸で涙を浮かべながら翔也に過去を語ったゆい。翔也はゆいよりも多くの涙を流しながらそれを聞いていました。そこへ英吉がやってきて、早く家に戻れと言ってきます。ゆいは何があったのか聞くと、英吉は宴会ばいと満面の笑みを返すのでした。米田家には実行委員の面々の他に、ギャルたちやエミ、ヨータの姿もありました。台所ではカヨが無理やりマジックショーのアシスタントにされた卑弥呼に頭を下げています。すぐに後先考えずに動いてしまって。それを聞いた愛子が、でもおじいちゃんのその性格のおかげで私たちは糸島にいるんだから、そう微笑んだのでした。時間はまた95年に戻ります。地震発生から5日が経過、避難者は31万人を超え、全国からはボランティアが集まり、炊き出しや物資の配給などが行われ始めていました。宝井小学校でも電気が復旧し、食べ物の支給が増えてきました。しかし歩美はほとんど食べ物を口にしませんでした。そこへペットボトルの段ボールを抱えた英吉がやってきました。愛子や孫たちの無事に胸をなで下ろした英吉は、雅人にすぐに糸島に来るように提案しました。しかし雅人は世話になった神戸の人たちを見捨てることはできないと拒否。ですが愛子や商店街のメンバーからの説得や、市の職員である若林から仮設住宅にも数に限界があり、帰る場所がある人はそちらに移ってもらった方がいいということを伝えられます。
結局愛子と子供たちが糸島へ移り、マサトはできるだけ神戸の人たちの力になりたいとギリギリまで神戸に残ることを決めたのでした。栄吉と共に糸島へやってきたユイたちは佳代に迎えられ新生活をスタートさせました。塞ぎ込んでいた歩みも佳代が握るおむすびだけは残さずに食べ、少しずつ元気を取り戻していきました。それから半年が過ぎた夏、マサトがようやく糸島へ帰ってきました。この時歩みはほとんど中学へ通うことがなく、マサトはそれを大いに心配していました。実はユイも糸島で問題を抱えていました。関西から転校してきたよそ者ということで、いじめっ子たちから目をつけられていたのです。しかしそこへ坊主頭の元気な男の子が現れます。男の子はいじめっ子を追い払い、ユイに自己紹介を始めました。俺はヨータや、お前の名前米を結ぶって書くんやな、おむすびやん。こうしてユイも少しずつ糸島の暮らしに慣れていったのでした。さらに時が流れ、96年の春、あゆみが糸島東高校へ入学する日がやってきました。その朝、食卓へ現れたあゆみを見て、マサトたちは言葉を失います。派手なメイクとネイル、服装を着崩したあゆみ。戸惑うマサトでしたが、やっと外へ出ていくようになったと、愛子は満足げな様子です。しかし、喜んでいたのもつかの間、あゆみは入学式初日に問題を起こし、マサトと愛子は学校に呼び出され、厳重注意を受けたり、変人であゆみが補導されて警察から呼び出されるなど、あゆみに振り回される日々がスタートします。その度にマサトとあゆみの溝は深くなっていくのでした。再び時間は現代に戻ります。盛り上がる宴会場の中、ギャルたちがユイに声をかけ、あゆみのいる部屋まで向かうと、東京へ戻ろうとしていたあゆみと鉢合わせになりました。ハギャレンを続けたいですと、あゆみに頭を下げるリサポンたち。好きにすればいいというあゆみですが、尊敬するあゆみに認めてもらわないといけないと、ルーリーたちも引きません。っていうか、私、ギャルじゃないんだけど、偽物だから。ハギャレン結成の頃から、ギャルではなかったというあゆみ。何を言っているのか理解できないスズリンたちですが、その時1階から、マサトの大声が聞こえました。泥酔したマサトが一升瓶を抱えて管を巻いています。その様子を階段から見つめるユイとあゆみ。世話になった神戸の人たちを助けたい一心で、あゆみやユイのことをないがしろにしてしまったこと、そのせいであゆみがぐれてしまい、今度はユイまでが不良の仲間になってしまったと悔やみながら顔を歪めるマサト。それを聞きながらユイはマサトとの様々な記憶を思い出しました。そしてリサポンたちを送っていく道の途中で、ユイは覚悟を決めて告げるのでした。今日でギャルやめます。そう言って去っていくユイの背中を、ルーリーたちはただ呆然と見送るのでした。といったところで、第4週のお話はこれにておしまいなのですが、この週でも謎はまだすべて明かされず、あゆみがなぜギャルになったのかがわからないままでしたね。しかしヒントがたくさん散りばめられていました。親友のマキがモデルを目指していたこと、さらにハギャレンの決めポーズ、そしてこれまでは頼まれごとを断れなかったユイとマサトが対比されていましたが、おそらくこの特性をあゆみも持っているはずです。さらに人助けをしてしまうという米田家の呪い、これらが複雑に絡み合ってギャルではなかったというあゆみの言葉につながっていくのだと思います。こうなんじゃないかという皆さんの予想もぜひコメントしてくださいね。第6週ではあゆみの現在を知るある人物が東京から糸島へやってきます。ますます気になる物語の続きですが、次週金曜日の動画投稿をお待ちくださいませ。さて、いかがだったでしょうか。神戸での悲しい出来事やマサトの葛藤、そしてあゆみの意味深な言葉など、
いろいろなポイントをご紹介しましたが、皆さんの予想や考えもぜひコメントで聞かせてくださいね。それにしても毎日の放送が楽しみになりましたね。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。